こんにちは、ポイ活投資チャンネルです。本日の動画は週間キャンペーンまとめとなります。10月1日から10月8日で開始いたしましたキャンペーンをご紹介してまいります。なお今週終了いたしますキャンペーンにつきましてもご紹介いたしますね。10月1日から10月8日で開始したキャンペーンは全部で15個あるんですよね。こちら厳選したキャンペーンとなっております。他にも良いキャンペーンがありましたらぜひぜひコメント欄から教えてくださいね。まずは15個のうち8つとなります。必ずもらえるキャンペーンが多いですよね。5000ポイントや4000ポイントといったところは必ずもらえるのは嬉しいですね。他にも抽選ですが10万ポイントといったものもあります。続いて9件目から15件目となります。こちらも必ずもらえるキャンペーンが多いですよね。中には常設のキャンペーンも今回追加となっております。珍しいところですと秋の豪華商品が当たるような抽選も加わりましたね。では中身を詳しく見てまいりましょう。目次となります。本日の動画は2つ設定しております。目次へのリンクは本動画の概要欄に貼り付けておりますので、必要な箇所だけでも見ていってくださいね。目次1つ目となります。10月1日から10月8日開始されました厳選キャンペーンについてお伝えしてまいります。ポイ活投資チャンネルが厳選したキャンペーンのルールは以下3つとなりますね。1つ目はできるだけお金をかけないキャンペーンを選んでおります。無駄な消費はしたくないですよね。2つ目は必ずもらえるようなキャンペーンをチョイスしております。3つ目は抽選の場合は無理せず申し込める範囲のキャンペーンを選んでおります。他にも良いキャンペーンがありましたらぜひぜひコメント欄から教えてくださいね。皆さんで共有して申し込んでしまいましょう。各キャンペーンの URL は本動画の概要欄にありますのでぜひ見てください。本日ご紹介いたしますキャンペーンは全部で15個となります。まずは上段の8つにつきましてはご覧のキャンペーンとなりますね。必ずもらえるキャンペーンでも5000ポイントや4000ポイント、抽選でも10万ポイントといったものが目立ちますよね。そして9つ目から15個目につきましてもご覧の通りとなっております。必ずもらえるポイントもありますし、秋の豪華商品や10万ポイントの抽選もあったりしますね。では中身を一つずつ詳しく見てまいりましょう。まず一つ目のキャンペーンは期間限定で必ずもらえるキャンペーンとなりますね。松井証券の松井バンクサービス開始記念キャンペーンとなります。最大で5000ポイントプレゼント、提供元は松井証券となりますね。期間は10月1日から来年の1月31日までとなります。上限ポイントは5000ポイントで還元率 10%。最大資金は5万円必要ですね。エントリーは不要なキャンペーンとなっております。特典内容を確認してまいりましょう。まず条件一つ目ということで、キャンペーン期間中に松井バンクの口座を新規開設された方に松井証券ポイント1000円分プレゼントということです。条件二つ目につきましては、キャンペーン開始以降に松井証券で新規に NISA 口座を開設された方と、さらに5万円以上入金いただいた方に松井証券ポイント4000ポイントいただけるということです。1と2の条件を両方達成した方には松井証券ポイント含め5000ポイントいただけるということですね。条件といたしましては繰り返しとなりますが、1回の入金で5万円以上の入金が必要です。ご注意ください。またキャンペーン期間中の終了時点でNISA口座の開設が完了してない場合は対象外となりますのでお気をつけください。申請時期は2024年2月下旬となっております。続きまして2つ目のキャンペーンとなります。こちらは期間限定で必ずもらえるキャンペーンですね。食べてもらえるキャンペーン10月、提供元は T サイトとなっております。期間は10月1日から10月31日までとなりますね。上限ポイントは100ポイントとなります。還元率 25% で最大資金は400円必要となります。エントリーが必要となっておりますね。特典内容を確認してまいります。キャンペーンサイトでエントリーの上、モバイル T カードを提示し、税込み値引き後の400円以上のお会計をすると、1日につき100ポイント申請いただけるということですね。こちら注意が必要なのは、モバイル T カードを提示する必要があるんですよね。そして1日につきということですので、何日でも10回まで繰り返すことができるようですね。そして条件についてです。エントリーはキャンペーンごとに毎回必要ということですね。来月以降に実施する食べてもらえるキャンペーンについては別のエントリーサイトからエントリーする必要があるということですね。そして T モバイルカードを提示したお会計を同日数に複数回行った場合でも特典は1日につき100ポイントが上限ということとなっております。申請時期は2023年11月下旬となっておりますね。続いて3つ目のキャンペーンとなります。期間限定で必ずもらえるキャンペーンとなりますね。
郵便局でゆうちょペイキャンペーンとなります。提供元はゆうちょ銀行となっております。期間は10月1日から12月31日までとなります。上限ポイントは300ポイントで還元率 5%、 最大資金6000円となっており、エントリーは不要なキャンペーンとなりますね。特典内容ですが、キャンペーン期間中にキャッシュレス決済を利用できる郵便局の郵便窓口でゆうちょペイをご利用いただくと、お支払い金額最大 5% を還元ということです。特典上限はお一人様月300ポイントということですね。条件についてですが、切手の販売につきましては1回の取引において10万円が上限となっているようです。そして申請時期につきましては、お支払い月の翌月末ということですね。続きまして、4つ目のキャンペーンとなります。期間限定で抽選のキャンペーンとなりますね。地域限定、ただちゃん2人に1人の確率で1等から3等のいずれかが当たるというキャンペーンとなります。期間は10月1日から12月31日までとなっておりますね。なんと抽選ですが、当たりますと10万ポイントとなります。還元率は 1000% ですね。最大資金は1万円必要となっており、エントリーが必要なキャンペーンとなりますね。特典内容を確認しておきましょう。1等につきましては利用合計全額タダということで、上限は10万円までとなります。人数につきましては各月10名様で合計30名様に当たるということですね。2等につきましては1000円でかける3000名様ということです。各月1000名様が当たるということですね。3等につきましては10円ということで、その他当選者さんということになります。キャンペーン期間中に対象地域にお住まいの方が各月合計で1万円以上ご利用いただくと、2人の1人の確率で1等から3等のいずれかが当たるということですね。1等最大ご利用全額方々のチャンスは上限が10万円となっております。条件についてですが、 V パス上にご登録されているご利用代金明細などの郵便物お届け先がご覧の住所になっている方ということです。対象地域は北海道、宮城県、静岡県、岡山県、広島県、福岡県ということです。申請月につきましては、10月ご利用分は11月下旬、11月ご利用分は12月下旬、12月ご利用分は翌年の1月下旬に付与されるということですね。続きまして、5つ目のキャンペーンとなります。こちらは期間限定で必ずもらえるキャンペーンですね。最大4000円キャッシュバックということで、家族カードキャンペーンとなります。提供元は YJCB となりますね。期間は10月1日から翌年の3月31日まで、上限ポイントは4000ポイントとなりますね。必要資金はありません。エントリーが不要のキャンペーンとなっておりますね。特典内容についてですが、 JCB オリジナルシリーズに家族カードと同時に申し込み、またはすでにお持ちの方は家族カードを追加申し込みし、追加した家族カードで IJCB 登録ログインすると、家族1名様につき2000円、最大で4000キャッシュバックいただけるということですね。条件についてはご覧の通りとなっております。対象となるカードはご覧のカードですね。そして申請時期につきましては2024年6月10日ということで、だいぶ先となりますね。続きまして、6つ目のキャンペーンは期間限定で抽選となります。ごっつぁん祭りキャッシュレスでちょこっと良いこと、クレジットカードの三井住友ビザカードの提供となります。期間は10月1日から来年の3月31日までとなりますね。上限ポイントは抽選ですが、当選しますと10万ポイントですね。還元率は 1000% で、必要最大資金は1万円、エントリーが必要なキャンペーンとなっております。特典内容についてですが、抽選で100名様に10万円、3万名様に1000円をキャッシュバックというキャンペーンとなっております。条件につきましては、期間中に弊社カードを合計1万円以上利用する、そして弊社にて期間中にご利用金額1万円を一口として抽選し、当選した方へキャッシュバックいただけるということです。対象となるカードにつきましては、ご覧の通りですね。ビザ限定となりますので、お気をつけください。マスターカードは対象となりませんね。申請時期につきましては、調べた限り記載がありませんでしたので不明とさせていただいております。続きまして、7つ目のキャンペーンは期間限定で必ずもらえるキャンペーンとなります。モバイル T カード新規登録キャンペーンとなっております。提供元は T サイト、 T ポイント、 T カードとなります。期間は10月1日から11月30日まで、上限ポイントは200ポイントで、資金は必要ありませんね。エントリーが必要となっております。特典内容です。
キャンペーンサイトでエントリーの上、モバイル T クラウドを新規登録完了すると T ポイント200ポイントがもらえるんですよね。お一人様一口までとなっております。条件につきましてはご覧の通り、期間内に1と2度完了する必要があります。なお注意事項としては、T カードをお持ちでない方については、モバイル T カード対応アプリをダウンロードし、T カードを新規発行した後にエントリーしてくださいね。申請時期は2023年12月下旬頃となります。続きまして、8つ目のキャンペーンとなります。期間限定で必ずもらえるキャンペーンとなります。スマ講座2周年記念スマ講座で講座振り替えキャンペーンとなります。提供元は駿河銀行となりますね。期間は10月2日から12月31日まで、上限ポイントは5000ポイントとなりますね。還元率は 16.7% で、最大資金は3万円必要となります。エントリーは不要なキャンペーンとなっております。特典内容です。スマ講座で新規講座振り替えを契約後、期間中に実際に3000円以上の引き落としがあった場合に、通常特典とは別に1件につき500円プレゼントとなります。上限が10件で最大5000円プレゼントとなりますね。各契約ごと期間中に合計3000円以上の引き落としが必要ですので、お気をつけください。条件につきましてはご覧の通りとなっております。特に注意が必要なところ読み上げます。過去に同一週の期間にて口座振替契約及び引き落とし実績がある場合は対象外となるようですね。他にもキャッシュレス決済サービスもキャンペーン対象となるので、これは嬉しいですよね。申請時期につきましては2024年2月中旬頃となっております。続きまして、9つ目のキャンペーンとなります。期間限定で抽選のキャンペーンとなりますね。すぐ使うと当選確率10倍、1万円相当の V ポイントが当たるキャンペーンということです。提供元がクレジットカードの三井住友ビザカードとなります。期間は10月2日から10月31日までとなります。上限ポイントは1万ポイントですね。還元率は 2000% ということで、最大必要資金は500円、エントリーが必要なキャンペーンとなります。特典内容を見てまいりましょう。キャンペーン期間中に1回あたり500円以上のスマホのタッチ決済ご利用一口として、抽選で1000名様に1万円相当の V ポイントプレゼントということですね。さらに当選確率アップのチャンスということで、エントリー後7日以内にキャンペーン条件を満たすご利用いただくと、キャンペーン期間中のご利用個数に応じて10倍になるということですね。ですので、エントリーするタイミングを見極めた方がいいですね。条件につきましてはご覧の通りとなっております。申請時期につきましては2023年12月末ということですね。注意事項があります。セルフレジなどで Apple Pay ボタンを選択された場合は ID でのお支払いとなりますので、こちら対象外となってまいります。クレジットカードを選ぶようにしましょうね。続きまして10個目のキャンペーンとなります。期間限定で必ずもらえるキャンペーンとなります。期間限定 T ポイントの交換レート 20% アップキャンペーンとなります。提供元はクレジットカードの三井住友ビザカードとなりますね。期間は10月2日から10月31日まで、上限ポイントは1000ポイント、還元率は 20%、最大資金は5000円となりますね。エントリーは不要です。こちらのキャンペーンにつきましては YouTube の特集動画でご説明しておりますね。特典内容につきましては、期間中に V パスログインの上、T ポイント移行お申し込みされた方は通常のポイント移行分に加え、20% 増量分が申請されるということです。上限は1000ポイントまでとなりますね。条件につきましてはご覧の通りとなります。特に注意が必要なのは、プラスチックカードの T カードのみをご利用の場合は、キャンペーンの対象とならないということですので、お気をつけください。申請時期につきましては2023年12月末までとなります。なお、注意事項につきましてはご覧の通りですが、特に注意が必要なあるものもあります。合計交換ポイントが5000ポイントまでとなりますので、お気をつけください。そして2023年10月2日より V ポイントは1ポイントにつき T ポイント1ポイントに変更されております。これは非常に嬉しい改善となりますよね。こちらの T ポイント 20% アップキャンペーンにつきましては、別の動画で特集を組んで詳しくご紹介をしております。こちらの関連動画、本動画の概要欄に URL 貼り付けておりますので、ぜひぜひ見てみてくださいね。続いて11個目のキャンペーンとなります。期間限定で抽選のキャンペーンとなりますね。実りの秋をプレゼントキャンペーン、提供元はみずほ銀行となります。
間は10月2日から12月14日までとなっております。いただけるのはポイントではありませんで、秋の豪華商品となっておりますね。エントリーは不要なキャンペーンとなります。特典内容を見てまいりましょう。対象条件を満たしたお客様に以下の中からいずれか一つを抽選でプレゼントとなります。合計で1000名様に当たるようですね。ご希望の商品を指定することはできないということです。旅行の秋ということで、星野リゾート宿泊ギフト券が100名様。 e スポーツの秋ということで、プレイステーション5ですね、こちらも100名様。音楽の秋ということで、ソニー完全ワイヤレスヘッドホン、こちら200名様。芸術の秋ということで、アマゾンエコーショー5、そして TOTO シネマギフトカードペアセット、合計で600名様に当たるということです。条件につきましてもご覧の通りとなりますね。特に注意が必要なのは、みずほダイレクトの初回登録をし、みずほダイレクトアプリを利用された方が対象となりますので、お受け付けください。そして2つ目ですが、普通預金口座残高が3万円以上にする必要があります。申請時期につきましては24年2月下旬頃から3月下旬頃に順次発送となりますね。続きまして、12個目のキャンペーンは常設のキャンペーンとなりましたね。抽選のキャンペーンとなっており、楽天ポイントカードで3人に1人当たる楽天ペイ超特特祭りとなっております。期間は10月2日から11月1日まで。上限ポイントは10万ポイントが当たるかもしれませんね。還元率は 1000% で、最大資金は1万円必要となります。エントリーが毎月必要なキャンペーンとなりますね。特典内容です。キャンペーン期間中にエントリーの上、対象店で楽天ペイアプリ内の楽天ポイントカードを提示してお会計と、楽天ペイのコード QR セルフ払いの両方をされた方の中から、抽選で3人に1人以下の通り楽天ポイント申請ということです。1等につきましては楽天ポイント 1000% 還元が100名様。2等は楽天ポイント200ポイント、1等以外の当選者の方ということです。条件につきましてはご覧の通りとなっております。申請時期は2024年1月31日までとなります。注意点があります。キャンペーン対象外の店舗もありますね。ファミリーマートとファミマ、トミニーと JASS ガソリンスタンドですかね、こちらの店舗では対象外となりますので、お気をつけください。続きまして、13個目のキャンペーンとなります。期間限定で必ずもらえるキャンペーンですね。 LINE クレカ、LINE ショッピング経由でチャージ&ペイ利用するとプラス 10% の LINE ポイントを獲得できるキャンペーンとなります。期間は10月2日から11月30日まででして、上限ポイントは1000ポイントですね。還元率は 10% で、最大資金は1万円必要となります。エントリーが必要なキャンペーンとなります。特典内容につきましては、 LINE ショッピング経由で対象ショップでチャージ&ペイ支払いますと、 LINE ポイントが 10% もらえますね。上限は1000ポイントとなっております。対象ショップにつきましてはご覧のショップとなりますね。あまり多くはありませんので、ご注意ください。申請時期につきましては2024年1月15日から1月19日までとなります。そして注意事項といたしましては、キャンペーン対象となるクレジットカードはご覧の2種類ですね。ビザ・ラインペイクレジットカード B プラスと、ビザ・ラインペイクレジットカードが対象となっております。続きまして、14個目のキャンペーンとなります。期間限定で必ずもらえるキャンペーンとなりますね。初めてのクイックペイ利用で500円分のポイントプレゼントとなります。提供元はキャッシュとなっておりますね。期間は10月2日から10月31日まで。上限ポイントは500ポイント、還元率 2.4% で、最大資金は2万1000円必要となります。エントリーは不要なキャンペーンとなりますね。特典内容です。期間中にキャッシュを使って初めてクイックペイプラスで決済をご利用いただいた方に対象に500円相当のキャッシュポイント漏れなくプレゼントとなります。条件につきましては、キャンペーン期間中にクイックペイキャッシュを7回以上、クイックペイ決済を合計3000円以上両方を達成した方ということですので、お気をつけください。申請時期は2023年11月中旬となっております。続きまして、15個目のキャンペーンです。期間限定で必ずもらえるキャンペーンとなりますね。 SMBC で外貨を始めよう、条件達成で V ポイント300円相当が漏れなくもらえるキャンペーンとなります。提供元は三井住友銀行となります。期間は10月2日から12月29日までとなりますね。
上限ポイントは300ポイントで、還元率は 202.7% となります。最大資金は148円必要なキャンペーンとなります。エントリーは不要ですね。特典内容は300円相当の V ポイントがいただけるということです。条件はご覧の通りとなっております。以下の1から3の条件をいずれも達成した場合に限るということですね。SMBC ダイレクトを利用し、三井住友銀行で新たに外貨預金口座を開設された方、そしてキャンペーン終了時点でメールアドレスの登録がある方、3つ目はキャンペーン終了日時時点で外貨預金の残高が1補助通貨単位である方ということですね。10月も始まりましたので、たくさんのキャンペーンが出てきましたよね。なお9月のキャンペーンとなりますが、9月17日から24日のキャンペーンや9月25日から10月1日のキャンペーンにつきましてはまとめてご紹介をしております。これらの動画につきましては本動画の概要欄に URL 貼り付けておりますので、ぜひ見てみてくださいね。続きまして、目次2つ目は10月9日から10月15日で残念ながら終了してしまうキャンペーンについてです。まだ間に合いますので、この動画を見ていただく方はぜひ申し込んでしまいましょうね。今週終了いたしますキャンペーンにつきましては全部で4つあります。では中身を見てまいりましょう。まず1つ目となります。こちらは期間限定で必ずもらえるキャンペーンとなりますね。Apple Pay のイコカで1000ポイントがもらえるキャンペーンとなっております。提供元は JR お出かけネットとなりますね。期間は8月28日から10月15日までとなっております。上限ポイントは1000ポイントとなりますね。還元率は 50% で最大資金は2000円。エントリーが必要なキャンペーンとなっております。こちらのキャンペーンにつきましては YouTube 動画でも詳しくご紹介しております。特典内容はウェスターポイントチャージ専用で1000ポイントいただけるんですよね。条件はご覧の通りです。特に注意が必要な事項は赤字にしております。Apple Pay のイコカを新規に発行する必要があるんですよね。そしてウェスターアプリホーム画面のマイホームページにログインする必要もあります。エントリーしましたら Apple Pay のイコカで鉄道バスまたはイコカが使えるお店なので合計2000円以上利用する必要がありますね。Apple Pay のイコカで1000ポイントもらえるキャンペーンにつきましては別動画で詳しくご紹介をしておりますね。こちらの動画につきましては本動画の概要欄に URL 貼り付けておりますので、ぜひ見てみてくださいね。続きまして、今週終了するキャンペーン2つ目についてです。期間限定で必ずもらえるキャンペーンですね。タッチ決済で鉄道に乗ろう 50% キャッシュバックキャンペーンとなっております。提供元は JCB ブランドとなりますね。期間は9月15日から10月15日までとなります。上限ポイントは1000ポイントで、還元率は 50%、 最大資金は2000円でエントリーが不要となっております。特典内容は期間中の乗車料金合計金額の 50% キャッシュバック上限1000円相当となっております。対象の電鉄につきましてはご覧の電鉄が対象となりますね。続きまして、今週終了してしまいますキャンペーン3つ目となります。期間限定で必ずもらえる Amazon のチャージ 0.5% ポイント還元キャンペーンとなります。期間は9月25日から10月15日までとなりますね。還元率は 0.5%、 エントリーが必要となっております。特典内容です。 Amazon ギフトカードチャージタイプをキャンペーン期間中に合計1万円以上注文し、支払い完了すると注文金額の 0.5% 分のポイント付与いただけるということですね。条件につきましてはご覧の通りとなっております。特に注意が必要なのは、プライム無料会員体験中、Amazon ファミリー会員、Amazon スチューデント会員も対象となるのは嬉しいですね。プライム家族会員、ビジネスプライム会員につきましては対象外となりますので、お気をつけください。他にも注意事項があります。Amazon のギフトカード、E メールタイプではなく、Amazon ギフトカードのチャージタイプを購入しましょうね。今週終了してしまいますキャンペーンにつきまして4つ目となります。期間限定で必ずもらえるキャンペーンとなりますね。 Amazon プライム感謝祭2023となっております。期間は10月14日から10月15日までの2日間となりますね。こちらのプライム感謝祭は日本で初めて開催ということですので、注目度が非常に高いものとなっております。還元率は最大で 12%、 エントリーが必要です。YouTube の別の動画でも特集で詳しくご紹介をしておりますね。
特典内容です。最大で 12% ポイントアップキャンペーンということです。イベント期間中に合計1万円以上のお買い上げを対象にポイント還元がアップするということです。さらに大型加減はさらにお得ということですね。条件につきましてはご覧の通りです。最大 12% の内訳はご覧の通りとなりますね。プライム会員なら 2% ということです。Amazon のショッピングアプリご購入で 0.5%、Amazon マスターカードでのご購入で 3% ということですね。それ以外にも大型家電のご購入分はさらに 6.5% ポイントアップということです。続いて注意事項もあります。今回いただけるポイントは期間限定ポイントになりますね。こちらの期間限定ポイント、期間が短く設定されております。特典ポイントの有効期限につきましては、該当ポイントは確定された月の翌月末日となります。例えば2023年11月1日にポイントが確定された場合、有効期限は2023年12月31日となりますのでお気をつけください。Amazon プライム感謝祭は日本で初開催のセールとなるんですよね。注目度も非常に高いものとなっております。本チャンネルでも別の動画で詳しく特集でご紹介をしております。本動画の概要欄に URL 貼り付けておりますので、ぜひ見てくださいね。本日も動画のご視聴ありがとうございました。本チャンネルでは投資、ポイ活、貯金節約、節税に関する動画を発信しています。できる限り投資資金に回すことで、ゆとりある老後資金の確保を目的としたチャンネルとなっております。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。